取り戻せ、掴み取れ、目を覚ませ、外に出たら苦しいだけだぞ。行け、みんな逃げろ逃げろ。うわ、何これ。賢秀さん、はい、今日はキッズというゲームに挑戦していこうと思います、はい、新発売、割と最近発売されたんですけど、プレイする人によっていろいろ感じ方が変わるゲーム、うん、じゃあ考える系の、考えさせられる系のゲームということか。そうですね。操作方法がマウスを動かしてクリックするだけ、うん、なのでちょっと今日僕があのプレイするので、賢秀さんはまあ感じてください。まずはこの穴にね、人がいっぱい集まってますね。落ちるでしょ。落ちますね。え、何何何何してんの。え、おい、え、落ちてるよ。これはどこなんですかね、この穴の中は。気持ちいいのかな。あー、かもしれない。なんかやだよもう俺泣きたくなってくるよ、こんなの。早くない？早くない？悪い空間っていうわけでもないかもしれないですよ。確かにね。うん。今みんな落ちたよね。みんな落ちました。あら、こちらが小野賢秀さんです。あ、これ俺。じゃあ起きてみましょうか。うん。あ、生きてた、よかった。お、花井くん、こんにちは。いや、Hello。 こんにちは。あ、こんにちは。今日もいい天気ですね。えっ、お、えっ、はい、いや、どういうことどういうこと。何すんすか、賢秀さん。いや、あの、挨拶。This way。 こっち。え、あ、こっちっすか。うん。わー、さっきの穴じゃないですか。うん。え、賢秀さん、あっちダメなんじゃないの。 This way。 うん。いや、こっち。こっち。あれ、何。 No、 そっち。いや、違う、こっちだよ、あっちあっち。え、こっちっすか。うん。え、やっぱこれダメなんじゃないですか。気持ちいいよ。うわ、え、なになに、もうやなんだけど。なになになに、え、なにこれ。これは、これは食堂ですね。食堂。え、これ僕の体の中ですね。で、これ俺。あ、これ賢秀さんですね。え、俺食べられたの。僕が食べました。どうですか、どうですか、この空間は、うん、生温かい。今から俺は吸収されるの。賢秀さん吸収して僕はもっと人気になるという。マジかよあ、まさかこれ、あれあれ、ここもしかして行き止まりですね。あ、お尻、お尻の穴、可能性あるな。あれ、出ちゃう俺。あこんにちは。こんにちは。僕踏ん張りますね。ピチャいっぱいいるよ。あ、賢秀さん起きた。あれ、あれ、あれ、どこ行くんですか。どこ行くの。この周りの人誰ですか。これは花井くんに人気を奪われていった若手声優たち。え、俺めっちゃ嫌なやつじゃん養分を吸収してるんだ、うん、お、どうした、どうした。あ、みんな、みんなどこ行くんだ。すごい落ちてくるじゃん。すごい、これだいぶ吸収してますね。あらゆる層からの支持を得たいって思って、うん。あ、でもこれ僕の体内に入りたいって人だいぶいますね。この人たちが本当は悪いんですよ。あ、まあ確かにね、考え方変えたらね。そうそうそう。だから花井くんの人気に、あ、お、お、だからみんなこうなっていく。お、やば。あ、これ賢秀さんですね。あ、これ俺、これ僕ですか。うん、これ左指してんの、こっちなのが俺。はい。あれ、同じ方向指してる。 No, that way。 やっべ。これあれじゃないですか、小野派か花江派かっていうあれじゃないですか。 That way. No, this way. この人に聞いてみますか。うん、no, that way. あ、小野派だ。ああ、小野派。小野派。お、小野派だ。花江派。あ、花江派。小野派。バラバラだよみんな。 no, this way. あれ、花江派になった。 Agreed. あ、花江派になった。あ、花江派になった。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、やばい。小野賢秀孤立してる。どうする俺。説得した方がいいですよ、この子。
君は花江くんの方がいいの？はい、僕あの花江さんの方がいいなって思ってこっちにしました。花江くんのどういうところがいいの？やっぱり笑顔が素敵なところとかあと声が爽やかで、うん、好きですね。笑顔は俺も割と爽やかだと思うし、はい、声も割と爽やかな声出ると思うんだ、はい、そうですか。うん、僕はそうは思いませんよし次の子行こう。じゃあこの一番右のねえねえ、はい、オノ派にならない？オノ派ですか？うん、いやちょっと僕あんまりコロコロ意見は変えられないですね。花江くん派はたくさんいるじゃない？オノ派は一人もいないから君がもし、はい、オノ派になってくれるんだったら僕は一生懸命お世話するよ。おごってもらったりとか？あ、もちろんもちろん。どうだろう？ No, this way. よし！もう十分だよ俺は。でもよく考えたら花江さんもおごってくれるからな。 No. ちょい！ Yes. あついに小野賢章折れたか。あ、折れましたね小野賢章、うん、わ、また順番待ち。体内に入ってった。わあ、また来た。おお、大人気。大人気じゃん。あ、でもお、あれ、あ、どうした？これクリックすることによってこれまた別のルートに行ってますね。これ花江派と小野派の、小野派も結構いたんだ、ね、小野派結構増えましたね。下が小野派ですか？下が小野派。あら、あ、ちょっと待てみんな花江派、みんな花江派になってた。あ、でもすごい人数花江派。おお、あ、まただいぶ来た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 。これ賢章さんのあれじゃないですか？俺の穴。はい、俺の穴。俺の穴はやばい。お、あ、賢章さんの体内またちょっと違った。なんか綺麗ですね。これ胃の中かな、もしかして。え、この光の粒みたいなの、これ何ですか？あの食べたものですか？納豆これ金これ金。あ、金か。この空間じゃあ結構美容効果あるんだ。うん、まあすごいよ。これもしかして、これあのここ出たら、はい、もう今ツルンツルンになるから。はあ、美容効果。あ、出た。お、出た出た。今完全に体内だね。完全に体内ですね今。ツルツルになって、はい、もう早く出たいなあ思ってるはずだよ。あれ、え、え、何？賢章さん、え、あ、え、え、食道2本あるんですか？うん、賢章さんの体内デトックス効果があって、うんうん、すごい人気だから増やしたんですね道を。そう、ちょっとね、増やさないと俺もやっぱ一人一人はちょっと手を負えなくなっちゃってきてるから。あ、なるほどね。うわー、だいぶ、あ、だいぶ詰まってますね。大人気っすね。うん、しか詰まってますよめちゃくちゃ。これでも早く出ないと、はい、ツルツルじゃなくなっちゃうから、溶けちゃうから。あ、もう溶けるんだ。早く、うん、そうそう、早く出してあげないと。うん、何事もね大事だから。うん、あ、賢章さん、いくよ。はい、お願いします。いくよ、踏ん張るよ。はい、だいぶ、あれあれ待って、お尻、あれお尻の穴よ、4つあんの？俺4つある。あ、でもツルツルですね。お、お、え、めっちゃ怖い。何？わ、ツルツルになったからやっぱ人気出たんじゃないですか。なんかこれ目おかしくなるね。そうですね、これあの集合体恐怖症の人結構怖いかもしれないですね。ねえ、うわ、怖い怖い怖い。え、小野賢章、わ、すごい集まった。あ、何？おお、おー、すごいすごい。ちょっとあれ、統率が取れている。歌ってくださいよ。幸せなら手を叩こう、歌ってくださいよ。いくよ。はい、幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。
てて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 おもちゃのああおもちゃのかわいく見えてきた。何言っても肯定してくれますよ。これ布団が吹っ飛んだうわ怖っ。じゃあちょっととびっきりのイケボをお願いします。うん、はい。ラーメンやべえあ、あ、今度は何？指刺されてる。あ、なんか悪いことしたの？これ賢章さんですか？どうした？これ俺？これ俺だね。やらないよ俺は。え？俺はやらないって。え？俺はやらないよ。嘘。やらない。君がやれよ。僕ですか？花井君がやればいいじゃん。え？ほら。Yes. そうだよ。え？ほら、え、you、花江がやれ、僕、花江がやれ、僕、花江がやるんだ、いや、夏希がやるんだよ、夏希、こいつとこいつ声同じ、alright、わかったよ、検証デトックス行ってきます、わあ、あやっぱこの空間気持ちいいな、え、ここっていつもやってるんですか、そうだよ、年中無休、ええ、嬉しい、疲れたら来てね。おー、今ピークの時間帯ですか？今日は金曜日かな。あ、金曜日だから金夜か。お店の名前は検証デトックスなんですか？ KD だね。あ、KD あ、KD って名前の店なんだ。 KD すげー繁盛してんな、うん、終電逃したらとりあえず KD 行けばいいみたいな。そう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 。へー、 KD 行くかってこの後 KD 行くって言って。はあ、そうなの。ここはのどちんこのあたりあ、だいぶ上まで戻ってきましたね。うん。お、あ、歌ってる歌ってる。あ、そうそうそう、ほらここで調節ね。あー、自分の声の、自分のね、声をね。これみんな賢章の歌を支えてくれてる人たち。この人たちが小野賢章の歌声を作り上げてるんだ。ここ真ん中にいるのが花江君で、はいはいはい、この一番右の人は何の時の歌声の人なんですか？あの割と可愛い系を担当してくれてる。あ、可愛い系のね。うん、左は？これはあのデスボイス。あ、デスボイス一人で作ってんだ。うん、これ4人いる固まってるとこなんですか？これはあのバンド。え？喉からバンドサウンド出んの？曲作りとかもやってんすか？あ、そうだね。一からあの口で作るから。あ、すごい。わ、どんどん増えてってる。いや、一つになった。うん。うわぁ、小野賢章最高だぜってみんな言ってますよ。俺のこと好きか。ここはついに来てしまったか。え、ここは思考をなくしてしまう魔の温泉。思考をなくさせるのよ。はぁ、その後どこに行くかわかる？え、わかんないっす。さっきののどちんこで僕の労働させられるんだ暴かれてくな。でも彼らはそれに喜びを感じて歌ってるから。はー、今これはもう出るとこかな。うん、そろそろ始発かなみたいな。ご来店ありがとうございました。本日もお仕事お疲れ様でした。だいぶすっきりしました。足元にお気をつけて。あれ、なんかお帰りくださいね。今日も KD で癒された。あれあれ、なんで僕が KD に行ったんだぞ。ツルツルになったのに。どういうことですかこれ。みんなに自分の顔見てみろよ。え、どうなってんの、どうなってんの。怖い怖い、どうなってんの。僕どうなってんのねえ。お前、顔がないぞ。いや、KD に行く前は、あったよ、ちゃんと。
お前 KD に何時間いたんだ。12時間パックで半日だけど。バカ野郎、お前12時間を5分ごとで小分けするパックだよ。あれは回数券ってこと？だってお前デトックスで溶けるって言っただろう。もうやだ。ちょ、 KD に訴えに行きます。捕まりました。君が KD に行けることはもうない。重力が。君はもう終わったんだ。取り込まれる。おめでとう、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 おめでとう。君はよくやった。ようこそ KD ランドへ。 KD ランドへ。 KD ランド。 KD ランドはみんな苦しむことなく、何も考えずにのんびりみんなで過ごせる場所なんだ。君は仕事をして疲れ切っていた。そんな君の疲れを取るために君を KD に誘ったんだ。そんなの間違ってるよ。間違ってる？そんなことここで思うやつはいない。そうだろみんな。俺は KD になってなりたくない。出せここから。 KD は最高だよ。最高なんかじゃない。お前らおかしいよ。おかしいのは君だ。君が KD ランドから出れることはない。ないないない。あれ、ここは夏希、夏希、こっちだ。へ、こっちに来るんだ。俺は、いや、俺たちは捕まった KD ランドの奴らを、その中にいる異文書を助ける KD レジスタンス、通称KDR だ。 KDR？ 君にはまだ自分の意志がある。君はまだ助かる。ケンショウさんじゃないんですか？俺はケンショウの中にいるケンシロウだ。ケンシロウさん、でもあっちはまた戻っちゃうんじゃないですか？あっち行きましょうよ。こっちで会ってる。俺を信じてくれ。そんな急に言われても信じられないよ。みんな目を覚ませ。このケンシロウは偽物だ。あっちに行くぞ。おいおいおい、俺は騙されない。ケンシロウ、そんなものに騙されるわけない。俺あっちに行く。いいな。いいのか。 KDR なんてうさんくさい団体に俺は惑わされない。というか KDR のメンバーがなぜ花江夏樹についてる。気づいちまったようですね。なんだお前。俺は KDR を駆逐する部隊KDRR だ。あれ、どうしたんだみんな。おい、 KD ランドのみんなが、 KD ランドのみんなが自我を持っている。ちょっと待てお前ら。よく見たら一人一人顔つきも変わっている。みんな、KD ランド取り戻せ。掴み取れ。おい、目を覚ませ。 KD ランドのみんな逃げろ。外に出たら苦しいだけだぞ。そんなことない。小野賢章に騙されるな。行けみんな、逃げろ。ここは KD ランドの出口、外への入り口だ。 KD ランドの出口、イグジット、 KDE だ。ここは KDE だ。ここは KDE だ。よし、みんなで脱出するんだ。待てお前ら。やばい、 KD が来た。外は苦しいだけだ。そんなことない。ストレスがあって、人生っていうのは嫌なことの連続、いいことの方が少ないかもしれない。でも俺たちはその現実を受け入れて少しの幸せを分かち合っていくんだ。その少しの幸せも起きないかもしれない。それでもいい。その幸せをつかみ取っていくのが人生なんだ。やめろ。
さあ、ということでエンディングです。あ、エンディング。いやー、頭おかしくなるねこれ。これね、プレイする人によってもういろんな捉え方ができるゲームということで、なんかもう一回やっても違う物語になりそう。確かにね、これは面白いよ。これみんなでやったら絶対楽しいよね。そうですね。なんでまあ一人でやるもよし、みんなでやるもよし、ぜひ皆さんプレイしてみてください。ところで、以上、花江夏樹と小野賢章でした。ようこそケディランドへ。